こんばんは。ここは東京品川駅です。有名な品川プリンスホテル、日本で一番客室数の多い、ホテルがですね、この品川プリンスホテルということで、私も皆さんに動画でご覧に入れたのは2回ぐらいあるかな、泊まりましたけども、これのですね、向かい側にもともと宮様のお家がありまして、そのお宅をですね、その後払い下げということで受けて、それからずっと旧宮家の、建物などもそのまま受け継ぎつつ営業しております。こちら、高輪のプリンスホテルというのもあります。お名前はですね、高級な名前ザ・プリンスということですが、ザ・プリンス高輪だったかな。私ずっと高輪プリンスホテルと思ってたんだけど、そうではないようです。でプリンスホテルっていうのは日本にいろいろありますけれど、確かにその中で営業しているので一番古いのがこの敷地にある高輪のプリンスホテルだったんじゃないかな。でプリンスホテルのプリンスは何なのかというところは、もともと宮様の、要は皇室の方の、昔で言えば王とか親王ですね、それから今で言うとね、の、お宅ということで、そうすると今でもね、例えば秋篠宮の殿下とかはあのプリンスというふうに英語では敬称がつくわけですが、その宮様の、邸宅のところに建てたホテルですので、ザ・プリンスとかプリンスホテルという名前で、現在西武グループのホテルもいろいろ展開をしているそうです。でその、プリンスホテルの一番最初が今から泊まるところでございます。 GoTo キャンペーンでですね、実質、1人1万円、というか、1万円で泊まるのかな今回は。これ品川の中でも結構高級なホテルですから安い値段ですよ。よろしくお願いします。右側旧東海道ですね。ここも走りましたよね、懐かしいですが、ともかくこれですね、これこっちか。すいません、私ねプリンスホテルの発祥がここだというふうに言いましたけど、あの今あるプリンスホテルの中で一番古いのは確かにここなんですが、プリンスホテル自体はね1947年に、宮様のお宅だったところ、軽井沢の別荘だったところを最初に開発してですね、それがプリンスホテルの一番最初だそうです。でここも宮様の、武田の宮様のですね、お宅であったのは間違いないらしいんですけども、あのここはあのプリンスホテルの第1号とは違います。あっちもまたすごそうな入り口、こっちはね桜タワーというやつですが、ほんとすごいな。これがグランドプリンス新高輪って書いてありますけど、初めて入ってくるんですよ私も。へえ、こんなすごいとこなのか。ここを通っていくの？そうみたいですね。ホテルの入り口の前がそういうなんかもうせせらぎがありますし、都立公園みたいな感じになってるわ。いや都立公園はこんな綺麗じゃないか。いや綺麗な都立公園、最近オリンピックで綺麗になってきた。どうでもいいや。これが入り口なの？僕なんか間違えたんじゃないかな。死ぬほど高級そうなステーキハウスでした。そんでこれかな僕の泊まるホテルは。どれがどの建物だかね少し分からなかったんですけど、多分そうだな。あ違うわ、これはグランドプリンスホテル高輪でした。こっちですね、グランドプリンスホテル新高輪。日本庭園の中を通ってチェックインですよ。もう着いたのが夜ですけど、昔のこういう貴賓館とか茶室も当時のやつ、いやこれは最近になって作ったやつのようですが、すごいな。三重の塔の下の部分を改造してこんなお堂を作って、しかも室町時代の仏像が置いてあるのか。はあ、1656年建立。軽い乗りで予約したらもう完全分不相なところに来ちゃったな。 GoTo キャンペーンで正直観光客がどんどんねいっぱい来るようになったらいいと思うんですけど、客層悪くなってんじゃないかなとかね、私もいろんなところ行って思ったんですが、これは僕みたいなやつが悪くしてるんだろうな、気をつけなきゃな。あれが文化財のお堂か。でこの茶室も、茶室がホテルにあるってもすごいですけど、これもね相当なんかすごい人が作ったらしいですよ。僕教養が全然なくて分かんないんですけど、すごいね。こっちか、なんだこれは。もうなんか異次元だよな。夏季影響、夏季にしかやらないもののために東京品川の駅前のここをねプールに当てちゃうってんだからすごいっすわ。品川の駅前にこんな日本庭園があったとはね。そして着きました、これがグランドプリンスホテル新高輪の入り口だそうです。すごいね、とてもいい雰囲気だ。こんなに贅沢に土地を使って貨物駅でも作るのかなって感じの広い空だ。
はい、それでチェックインをしましたけども、もうすごいですよ。チェックインのところの金の屏風みたいなのが並んでましたし、温泉旅館みたいな香りのするここはそれぞれのお部屋のところでね、こんな風に仕切りがなされているわけですけど、私の部屋はね確かここだったと思うんだよな。あ、そうですね、これよそのお部屋なんですけども、プリンスホテルではね、清掃が終わった後各部屋にこういうのを貼ることになってるそうでして、で掃除が完全に終わってるかどうかをきちんと厳格に管理する、まあこれによってより安心感を高めるということをやってるわけですけども、私も今ねうっかり開けてしまったんですけども、まだこの部屋自体には入っておりません。ともかくこれで開いたんで、もうここは清掃されてません、消毒もまだ済んでませんよということがわかるわけです。見た目綺麗でも消毒済んでないって場合もあるから、いい雰囲気だ。へえ。あの天井のあの室内とかがいいですね。あのふかふかそうな机。GoTo キャンペーンで極端に安い値段で泊まってるからな。なんかお恥ずかしいですわ。あ、いいねこれ。これ二人で泊まって朝食付きで、GoTo クーポン込みで、3000円分のクーポンが来るんですけど、14,000何百円とかだったんですよ。だったらいいですよね。要はまあクーポンを全部使うとすれば11,000円ぐらいで泊まれるわけです。朝食付きでね。すごいことですよ。ちなみに風呂トイレはこんな感じになっておりまして、これがお風呂と、すごい広いですね。それからこれはこんな感じの洗面台とですね。これはなんかまた良さそうなやつだな。持って帰るべきかなと感じるんですけども、なんたらかんたらと書いてあります。もう全然読めないんですが、多分いいやつなんじゃないですか。ねえ、ジャスミンの香りの、なんか、あれまでついてる。ミルキーバス、あれか、あの、お風呂入浴剤だ。トイレはこういう感じですね。なんかすごいのあるな。より環境に配慮したノークリングサービスのご案内。CO2 削減のため、省エネルギー環境保全に取り組んでいるので、クリーニング、部屋の清掃を遠慮してもらってもいいですよってサービス結構あるんですけど、それやるとね、館内利用券金額、500円分もくれるんですね。しかも発行日より1ヶ月。で、まあ、500円つったって500円で買えるものなんかないんだと、それで実際500円引きって言いながら、なんかホテルのレストランと何千円とか利用させる作戦なんじゃないと思うとですね、コンビニエンスショップにてご利用って書いてあるから、なんかほんと500円もらって、それでなんか飲み物だけ買って終わりみたいな使い方もできるってことでしょ？これすごいですね。なんか気合入ってんな。なんかね、ただ、口だけで、環境配慮してますとか言ってるんじゃなくて、なんか本気で環境配慮しようとしてるように見える。まあ、環境配慮してると言いながら、実は、部屋の清掃代削減したい的なホテルも多分あると思うんです。まあ別に、それはそれいいと思うんですけどね。それは悪いってことはないんだけど。よし、じゃあちょっと出かけよう。あ、これ消してこないんだな、ちゃんとな。これが、ちゃんとしたホテルに泊まるんならね、こんぐらいはしなきゃな。エレベーターもなんか、天井すごくないですか？何これ、何なのか分かんないんですけど、ここが正しい正面玄関だったのかな、多分そうなんでしょう。お、なんか階段のところにも照明入ってるぞ。気づかなかった。コンビニもあるんですね。午前1時には閉まっちゃうらしいですけど、珍しいね、逆にそういう時間に閉まるコンビニ。午前1時には閉まっちゃうっていうとなんかネガティブな感じだけど、別にそういう意味じゃないですからね。一晩中開けておくのも大変だしね。しかしこの階段なんかね、あんま人が通らないところだと思うんですけど、こんなに立派に作られてますよ。それで帰ってきましたら、あの一緒に泊まってるスタッフの方も、あのもうすでに先に仕事を終えて、あのチェックインして、チェックインというか、あの来てくれておりましたんで、まあここであの落ちちゃったわけなんですけど、ちょうどですね、いい具合にあの夕飯またもうめんどくさいからルームサービスで食べましょうってことになってですね、こっちは私のカレーライス、まあカレーライスはね、まあ高級なカレーライスありますけど、これうちのスタッフが注文したうどん、讃岐うどんなんですよ。これね、2470円のかけうどんってなかなかないさ、初めて見たらこれですね、これね。こんな、とろろ昆布、高級そうな七味唐辛子、青ネギと、これカレーの付け合わせか。これめちゃくちゃうまそうだ。あと、もくずじゃない、もずくついてて、水もくれるんだな。すごいいいだしの匂いするんです。じゃあ、伸びちゃう前にぜひね、召し上がっていただきたいと思います。あのですね、これは私のカレーライスなんですけども、良さそうなカレーですよね、やっぱね。チキンカレーなのかな？ビーフカレーか。なんかビーフカレーだった気がするな。
ビーフカレーっていう名前で注文したような記憶があるわ。これでよいしょ。これ難しいんですよね。こうする多分なんか理由があるんでしょうね。高級なカレーだと全部自分でこうやって盛り付ける方式だから、明日の朝ごはんも楽しみです。こういう高級カレーも、それからこういう高級うどんも、まあ、めったに食べませんのでね、食べてるんですけど、まあ、カレーを先食べてるんです。めちゃくちゃ美味しいですよ。うどんもめちゃくちゃ美味しいだし、匂いが違うもんな。うん、これはうまいわ。僕ね、あったかいうどんってね、食べないんですよ。なぜかというと、コシがないから。これあったかいうどんなのにコシがあるわ。ツルツルして、あ、かまぼこもうまい。うん、何食ってもうまいわ。ほんとに美味しいな。人のやつなのにどんどん食べちゃいそうなんですけど、これもらっていいんですか。うまい。うん、それかしら。美味しいですね。これが2470円のうどんか。カレーもやっぱなんか何時間も煮込みましたみたいな感じのカレーなんです。実際どうなのか知らないですけど、レトルトカレーでもいいわ、こんなうまいんだったら。レトルトカレーじゃないような気がしますけどね。うん、うん、肉が歯を使わなくても食えるタイプのやつですね。タイプのやつってそんなタイプの肉ないと思うんですけど、ルームサービスって高いですけど、ただまあ、なんか居酒屋とかの値段とか比べるとね、あれ1回のなんか食事でもうなんか普通に1人5000円とか6000円とかするじゃないですか。なんかそれと比べるとまあ別にいいんじゃないかなと。この夜の遅い時間だと居酒屋とかしか行かなくて、まあ別に居酒屋行って5000円6000円もしないような食べ方すりゃいっちゃそうなんですが、感染対策にもなってね、それでもう時間のこともあまり気兼ねなく、できますし、で夜のゆったりとした時間を買うという意味では、まあ居酒屋と似たような利便性があるんじゃないのかなと思ってですね、最近ではよく使わせていただいております。さっきの2人分で、5000円ちょっとだったわけですけども、3000円のクーポンいただきましたんで、まあ、2000円と、まあ、1人1000円ずつ、そう考えれば、まあいいですよね。はい、すいません。そしてですね、また翌朝になりました。仕事がもう忙しくて、なんか死んだように眠ってしまってですね、全然なんかおやすみなさいみたいなこと、何もそういうシーンもなかったわけですが、プールは、これはまあ夏だけですからね。今はなんかあそこに溜まってるのなども見えますけど、まあこればっかりは仕方ありません。それからですね、まあ特になんか皆さんにこれ以上、こっからの景色、もう一回紹介するものはないかな。昨日紹介しましたから。でも静かですね。向こうの方で第一京浜がなんかゴーゴー行ってるのかなーみたいな雰囲気はしますけれども、こちらの方ではなんかそれが遥か遠くの都会の雑踏みたいな感じでね、見ると、やはりなんかせせらぎみたいなのが眼下に見えますけど、まあそんぐらいですよ。別にうるさくもないし、ただザーという水の音が聞こえるだけです。落ち着いたところですね。朝ごはんはね、このラウンジもみじっていうところで食べるか、もしくはこの清水、清水、なんかこのここのレストランどっちからしいんですよ。そして今ですね、お昼の3時くらいなんですが、もうチェックアウトなど済ませてきて、その後今日の仕事もまあある程度してですね、また品川に戻ってきました。なんで戻ってきたかというと、まだこのホテルの全容を見ることはできていないからです。まあ、普通だったらね、朝チェックアウトしたら終わりなんですが、ここにはもう数多く文化財が昨日も皆さんに紹介したように並んでおりまして、それを全部見てから帰らなきゃね。ただのホテルの宿泊体験というのではなくて、立派な品川の観光地でもあるんじゃないかと思います。ちなみにこの右側の大きな建物ですけれども、多分取っちゃいけないんじゃないかなと思うんで、私はとりあえずやめときますが、中曽根康弘元首相のご葬儀の準備が今されているところでしたよ。ここでやるんですね。ここがその右側が私の昨日ぐるぐる歩いて回ってきた日本庭園ですが、素敵な雰囲気ですよね。こっちがね、これが
私の泊まった新高輪で、こっちがグランドプリンス高輪。よく知らなかったんですけど、もともとこの御用地には、北白川の宮様とそれから武田の宮様とですね、2つ、邸宅があったんだそうでして、このグランドプリンス高輪、こっちが、旧武田の宮家で、私の泊まったグランドプリンス新高輪の方が旧北白川の宮邸だそうでございます。これがお堂か、もともと三重の塔だったのをこの一つにしたそうですけど、違和感ないですね。中に室町時代の古い仏像さんがあると。立派なお賽銭箱もありましたんで、ちょうどポケットにあった100円入れておきました。私今日の朝もチェックアウトしちゃったんですけど、その後一回仕事終わって戻ってきまして、文化財見たいんですが荷物預かってくれますかって言ったらですね、預かっていただきました。助かりますね。大きくて重い荷物ずっと持ってこの中歩くのはちょっと疲れますからね。それぐらい広いわけです。さあ、これ葵の御紋ですね。これこんなんついてる、おおと思って、これもともと徳川家の土地だったのかなと思って調べたんです。そしたらね、徳川家の土地ではなかったんですが、やっぱり基本的にあの宮家とか皇室御用地ってもともとはどっか武家屋敷みたいなところだったんですよね。ここが高輪のプリンスホテルと、ま、なる前は皇室の御用地だったわけですが、じゃあ皇室御用地になる前は何だったのか、これ調べますとですね、旧薩摩藩邸だったそうでした。薩摩藩の武家屋敷があったそうです。で、江戸城無血開城とかやったあの1867年のあの戊辰戦争の時の交渉とかもですね、なんかこの敷地でやったらしいですよ。最終的には田町で決着がついたらしいですけど、それでなんであそこに徳川家の家紋がついてる灯籠があるのかなと思って見たらですね、こう書いてありましたけども、東京プリンスホテルより移築。これ東京プリンスホテルってのはあの東京タワーの下にありまして、東京タワーの建ってたところってのはもともとでかい増上寺というお寺があったんですが、増上寺というのは、要は徳川将軍家がですね、まあ、あの毎回毎回交代で、葬られ祀られるところでありましたので、その増上寺、まあ、ちょうど両方ともそこもプリンスホテルであったので、まあ、そこから移築してプリンスホテルつながりで今ではここに葵の御紋のこれがあると。これ薩摩藩のね家紋があったら、あ、なるほどって感じだった。あ、なるほどね。でも逆にこれはこれでなるほどですわ。そして庭園を抜けて同じ敷地の中にあるグランドプリンス高輪、これをまた通り抜けますとありました。これですね、貴賓室、旧武田の宮邸です。ちゃんとこういうの残しているところがまた素晴らしいし、そりゃあまあ残したくなりますよね。これどうなんですかね、今でもマジの貴賓室として使ってるのかな。多分そこまでのことってなかなかないと思うんで、結婚式とかでね使えるんじゃないのかなと思うんですけど、1911年に建てられたそうでして、まさにですね、迎賓館赤坂離宮とか多分あの辺と同じような作りで、重要文化財かなんかなってるんじゃないですかね。なってないのかな。でもまあ近代以降で重要文化財になってる建物っていうのはかなり少ないんで、多分まだだとは思いますが、まあ時期になるんじゃないですか。だいたい30分ぐらいで全部見終わりまして、心残りもなくなりました。いや圧倒的にね、品川プリンスホテルもまあリッチな感じだなって感じなんですが、高輪の方はね、うおーっていう感じでしたので、迫力あると思いますので、ぜひ行かれてみてください。どうもありがとうございました。